台本機能の使い方がわからない定期、というわけで試しに使ってみます。な適当な理由で。たとえ適当な理由だとしても、使ってみないことにはいつまでも使えへんし、まあとりあえずやってみようかと。まあ、いいんじゃね？知らんけど。でまあこの一瞬使ってみた感想としましては、雑談動画に使えそうだなと。あ、そっち系ね。あとは喋る内容が背景の動画の内容に関係しないときはこれ使ってもいいかもね。台本の保存読み込みもできるようだから、最初や最後の挨拶とか変わらん部分に関しては使ってみてもいいかもしれぬ。まあでもそれはワンチャンテンプレートでいい説もある。どっちがいいかはやってみないとわからんね。そうだな。なんかマリサスっぽい適当じゃない？いいじゃないか適当でも。いやよかねえだろ。